では、ジョージアの政治家。2012年10月から国会議員を務めた。ハーバードビジネススクールで学び、ジョージア技術大学で行政学の学位を取得。トビリシ国立大学で法学の学位を取得。ギオルギ馬車ゼは、行政構造の抜本的改革に関する立案、計画、管理について実績を残している。2005年より、 ジョージア法務省の企画に加わり、複数のプロジェクトの成功に携わった。彼は2006年から2010年まで市民、登録局の局長を務め、生体認証パスポート、身分証明カード、デジタル署名、個人ポータルといったサービスを導入した。また統合的な人口動態管理、資格認識、時短サービス、遠隔サービス、育児所プロジェクト等についても推進を図った。 これらのプログラムやプロジェクトはすべてサービスの改善に不可欠であり、汚職を効果的に排除し、ジョージアの国際的地位の向上につながった。ギオルギ・バシャゼは2011年に法務副大臣に就任し、公共サービス局の設立に従事した。バシャゼはあらゆることを一つの場所でという原則を打ち出し、この設立プロジェクトは2011年において、 最も成功したジョージアの改革事業として認められた。この数年間においてジョージアは世界銀行、欧州復興開発銀行、トランスペアレンシーインターナショナルのランキングで首位の座を獲得した。2012年10月、バシャセは統一国民運動から国会議員に立候補し、比例当選した。彼は予算財務委員会で副委員長を務めたほか。 教育科学分解委員会と関西委員会に所属した。彼は2016年5月5日に統一国民運動を離党した。彼は統一国民運動について、強硬な集団内のリーダーシップによって閉鎖的なガバナンスがなされていると批判した。ありがとうございます。